やー気持ち悪いね。メーターのケーブル、注文してたんですけども部品が入庫しましたという連絡が入りましたので、今からナップス広島店ですねに向かっております。よく、私の動画を見てくださって、でご質問いただくことがあるんですけど、内容がですね、ホーネットの純正部品どちらで買われてるんですかという質問ですね。で、つどつどお答えはしてるんですけども、私の場合は5000円だったかな3000円だったかな忘れた、5000円としましょうか。5000円、部品の注文の総額が5000円を超えるときはだいたい、あれなんて読むかな、 WEBIKE ウェビックウェバイクウェビック分かんないです、5000円を超えるときはそれで頼みます。なぜなら送料がかからないから、でなおかつ家まで届けてくれる。そうじゃないとき、安いときですねは、ナップスに頼ん で、で家まで送ってもらうと、送料がかかるので店頭受け取りにするんですね。すると送料がかからない、自分の手間賃だけということで、今日は確か3000円ぐらいかな、ケーブルとあとちょこっとしたものも買ったのです、その総額が3000円ぐらいだったと思います。ので、送料がかかるので、店まで取りに行きますという、受け取り方法にしました。で今はそれを取りに行ってるという、状況ですね。はい、ナップス到着です。受け取って今週末、遅っかな。はい、到着。さあ、商品を受け取ってきました。はいはいはい。もう丸ごと交換みたいですね。これなら楽やな。丸ごと。よし。この週末やろう。おい。さあ、帰りますか。最近ここね、柄が悪くなったんですよね。あんまり来たくないんですよね。うるせえのがうじゃうじゃ湧いてて嫌ですね。よいしょ。